第二次トルンの和訳は、1466年10月9日に、ハンザ同盟の都市トルンで、ポーランドをカジミエシュ4世と、ドイツ騎士団との間で調印された平和条約である。条約は、ドイツ騎士団国の支配に対して、ダンツヒ、エルビング、クルム、トルン、そして、プロイセンの商工民、地主、非ドイツ騎士団系僧侶の人々が率いる、プロイセン連合が1454年2月に起こした、反乱に橋を発した、いわゆる13年戦争を終結させた。両者は、ローマ教皇パウルス2世と神聖ローマ皇帝、フリードリヒ3世の承認を求めることに同意したが、ドイツ皇帝の権利に懐疑的なポーランド王国側は、この承認が条約の批准に必要とされないと強調し、騎士団側もこれに同意した。条約において、ドイツ騎士団は、ダンツヒのあるポメレリア、クルムとトルンのあるクルマーランと、ビスワ川川口周辺と、そのエルビングとマリーエンブルク、アレンシュタインのあるバルミア司教領を割譲した。騎士団は、西プロイセンにおける、ポーランド王国の権利を認め、その後王領プロイセンとして知られるようになった。条約の結果、バルミアは、バルミア司教によって統治される、自治領となった。東プロイセンは1525年までドイツ騎士団に残されており、騎士団総長はポーランド王へ直に誓いを立て、王に軍隊を供することとなっていた。誓いを立てることを避けるため、新任の騎士団総長はプロイセンに訪れないことを慣例とした。条約では、王領プロシアはポーランド王とポーランド王国の独占的な所有地となった。後に意見の相違が、ダンツヒの特権のように、王領プロシアとその都市が持っていた特定の特権について現れた。ポーランド側が王領プロシアを単に王国の一部と考える。一方で、そこの住人たちは自分たちの自治を保障された。各都市の統治構造は、ポーランド王国と異なっており、王国の他のいくつかの地域と同様に独自の通貨を鋳造することが許可され、プロイセンの諸民分が参加する議会を持ち、軍隊とドイツ語による管理のための慣習法を持つなどの特権が許されていた。プロイセン人の聖職者すなわち、ドイツ騎士団は王領プロシアで司教の名前を挙げる権利を与えられなかったが、それはこの地がポーランドのグニエズの大司教の直轄地であることを示していた。これに不満を持ったドイツ騎士団は王国首都クラクフの政務に、用意されていた彼らの議席に座らないことを決意した。この対立は1年後の1467年に、司祭戦争の勃発を招いた。この戦争もプロイセン連合の諸都市に支持された、ポーランド王国の勝利に終わった。注意すべきは、この地方では、ドイツ系住民の間で、一般市民と貴族階級の間の階級的対立が厳然と存在し、前者が、ドイツ貴族よりも寛容で自由主義的な政策を取るポーランド王国を常に支持し続けたことである。以後、王領プロシアはポーランド王国そしてポーランド・リトアニア共和国とだんだん融和していった。この地方は文化や社会制度においては18世紀後期のポーランド分割まで社会において王国の他の地方と比較して若干の違いが見られた。1525年に騎士団は、騎士団総長アルプレヒト・フォン・ブランデンブルクにより、プロイセンから放逐され、アルプレヒトはルター派に改宗し、プロイセンによる神従の礼を取り、ポーランド王の下で、世襲統治者として、公爵の位を帯びた。その地域は、プロシア公領として知られるようになった。ありがとうございます。